チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、ムン前大統領のレガシー、これからが大変だ、ニョルニョル大統領、ナトで恥をかく、についてです。ハーゲンダッツのピスタチオ&ミルクに完全ノックアウト。この暑さと相まって毎日買って食べそうな自分が怖いマリナです。米国が怒っているよ。それはどうしてだろう。韓国の裏切りか、やっぱり裏切りか、それとも裏切りか。米国、ロシアへの制裁の参加パートナー32カ国発表、韓国は外された。中央日報から、米国をはじめとする西側諸国がロシアに対して全方位的な制裁に出た中で、韓国は国際社会の制裁に参加するとしながらも独自制裁はないと一線を画す矛盾した動きを見せている。直ちに米国は韓国を積極的な制裁参加国とみなさない兆候がところどころで見られる。米国は24日ロシアへの半導体輸出禁止制裁を発表した。米国の半導体技術や装備を利用した場合、第三国で生産した半導体もロシアへの輸出が禁止される。商務省は関連説明資料を発表して、該当規定から外されるパートナー国家という項目を別途に作った。対してこれと似たような措置をすでに適用していたり、適用するという意思を明らかにしたりする国々には該当規定を適用しないということだ。また32カ国のリストを発表したが、韓国は外された。フランス、ドイツ、イタリアなど欧州連合、EU、加盟国やイギリス、カナダ、日本、オーストラリア、ニュージーランドも同様の措置を講じ、効果の最大化を図ると説明した。その中には、韓国はない。続きを。これは該当国の場合、ロシアに半導体を輸出しても、構わないという意味ではない。すでに自主的に輸出統制措置を取っているため、該当規定をあえて適用する必要がないということだ。今回の措置は、韓国が24日午後、独自制裁でない、制裁に参加する、と発表してから取られた。ある外交筋は27日、米商務省の発表はまだ韓国を、制裁を取るという十分な意図がある国、とみなさないという意味に捉える余地がある、と話した。これは独自制裁には、一定部分に一線を画す韓国の態度と、関係がある。調和で大統領府のパク・スヒョン国民疎通主席は25日、我々に独自的に何かができる時代ではない、とし、米国と欧州国家が制裁を取れば、我々も繋がっているため、自然に参加するという意味、と話した。同時に、政府としては、ロシアとの交易規模が大きくなっているという点も考えなければならない。現地の韓国企業や海外在住韓国人も考えるべきだと説明した。このように慎重な韓国の態度にワシントン官民では残念だという声が上がる。やっぱり残念な国、米国公認です。やりました。国際戦略問題研究所 ISS のマーク・フィッツパトリック上級研究員は25日、ボイスオブアメリカ VOA とのインタビューで、韓国が過去、韓国戦争、侵略の被害者として、大々的な援助を受けたが、米国の同盟国リストで、目につくほど、外されたのは賢明でないこと、と批判した。米外交問題評議会、CFR、のスコット・スナイダー上級研究員も、現状を韓国の認識をテストする、リトマス試験紙、に比喩して、世界10位圏の経済と、広範にわたる分野で、強い国力を持つ韓国が、その地位にふさわしい期待とはかけ離れた姿を見せている、と指摘した。そったね。いつ、後ろから、弓引くかわからない国なので、米国の信頼も、地に落ちたのかな。それが、次の展開になってくるのですね。秘宝、韓国人、韓国政府の外交惨事。G7 に邪魔にされ、日本に邪魔にされ、アメリカに邪魔にされ、古事記外交、に転落してしまう。韓国メディア。
スペイン、マドリードで開かれる北大西洋条約機構、NATO、首脳会議で期待していた、韓米首脳会談も実現しなかった。韓国、日本、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国首脳会議も、ままならないという観測が出ている。29日に韓米日3国の首脳が共に会う、30分間の3者会談以外に、これといった会談は事実上ない。それさえも、わずか30分与えられた、簡易会談であり、外交的成果は期待できない。これに先立ち、大統領室は、今回の NATO 会議でバイデン米大統領と、岸田日本首相との、2国間会談を通じて、安保に関する深い対話が可能になると期待する、と希望した。しかし、これに先立ち、岸田総理は15日、日本の総理官邸記者会見を通じて、韓日関係を健全な関係に戻すために、日本の一貫した立場を土台にコミュニケーションすることが重要だ、と言及し、事実上拒否の立場を明らかにした。当時、外交界では、韓国政府が、2015年慰安婦合意復元はもちろん、日程強制徴用被害者訴訟などに対する解決策を提示し、独と近隣海洋調査進行に対する謝罪などが前提にならなければ、不可能だ、と釘を刺したこと、とし、政府が日本の要求通り、ひっくり返さなければ、首脳会談は受け入れられないという立場を示した、と解釈した。これと関連して、文化日報は27日、ユン・ソンニョル政府が2015年、慰安婦合意、復元を通じて、韓日関係改善を推進する法案を検討している、と知られた、と報道した。メディアは同日、外交筋の発言を引用し、ユン政府がムンジェイン政府で事実上形骸化した慰安婦合意を復元、正常化しようと、日本側に提案する案を除いている、とし、我々は韓日関係で新しいことをしない。ただし、既存のものを復元する、と明らかにした。新しい提案ではなく、一方的で、不合理な親日的内容がいっぱいで、用途廃棄が避けられなかった、汚染された合意復元を通じて、歴史を再び後退させるという、反歴史的発想に、他ならないという指摘が出ている理由だ。一言で言えば、屈辱外交を裏口で推進しているという批判は避けられそうにない。こうした中、ユン大統領は NATO 首脳会議直前の26から27日、ドイツ、バイエルンで開かれる主要7カ国、G7、首脳会談にも、招待されなかった。昨年6月、ムンジェイン前大統領が G7 会談に、3韓国首脳の資格で招待され、大韓民国の国家ブランドを頂点に立たせたのとは、克明な対照をなす。放送陣の孫、イフンアナリストは、G7 に邪魔にされて、日本に邪魔にされて、米国に邪魔にされて、一体 NATO にはなぜ行ったのか、として、大韓民国がいつの間にか、外交乞食に転落したのか、と問い詰めた。ムン前大統領のレガシーはきついよね。すべて、ひっくり返す作業が重いよね。でも、やってくれなきゃ、先がないわけで。まあ、見守りましょう。検討するなんて、もはや誰も信じませんから。ユン・ソンニョル大統領が一番最初にやることは、ムン前大統領の身柄拘束でしょう。そして、昨日の、NATO の首脳会談につながります。ユン大統領がマドリードで、岸田首相と初対面、韓日関係を未来志向に。連合ニュース。韓国のユン・ソクヨル大統領は28日、北大西洋条約機構、NATO、首脳会議、29から30日、が開かれるスペイン・マドリードで、同国の国王フェリペ6世が主催する晩餐会に出席し、日本の岸田文雄首相と初めて対面した。韓国大統領室によると、ユン大統領と岸田首相は3から4分ほど、言葉を交わしたという。まず岸田首相がユン大統領の就任と、今月1日の統一地方選の勝利を祝い、ユン大統領は岸田首相も、7月10日の参院選で、良い結果を得られるよう願っていると応じた。また、ユン大統領が、参院選後に、韓日韓の懸案を速やかに解決して、両国関係を、未来志向に進める考えを持っている、と述べると、岸田首相は感謝の意を示し、より健全な両国関係に発展させるため、努力しようと呼びかけた。両首脳は、29日に開く、韓米日首脳会談などの場で、対話を続けていくことを申し合わせたという。
NATO 首脳会議に合わせたマドリードでの韓日首脳会談は開かれない見通しで、予想されていた両首脳の略式会談も行われないことになった。こうした中、両首脳が晩餐会で遭遇する形で言葉を交わしたようだ。会談の白紙化をめぐっては、選挙を控え韓国との首脳会談で歴史など政治的に敏感な問題が取り上げられることを負担に感じた日本側の雰囲気も一因と見られている。ユン大統領は大統領選で当選した直後の3月11日に岸田首相と電話で15分間会談した。就任式が開かれた先月10日には林芳正外相と面会し、岸田首相の親書を受け取った。良いですね。ユン大統領と岸田首相は3から4分ほど言葉を交わした。挨拶だけですね。非常に良い挨拶だけの関係です。理想の形ですね。そしてバイデン大統領の対応が爽快です。ご覧ください。良い画像を撮れました。それはバイデン大統領、ユン大統領と握手するも目も合わせず無視するという裏技です。その時のユン大統領の表情をご覧ください。骨格墜落、大惨事だ。それはバイデン大統領の秘密兵器、ノールック握手です。いかがですか。それもこれも、ムン前大統領のレガシーですよ。残念。プスタチオにはまって早数ヶ月。生産国第1位はアメリカ、2位イラン、3位トルコ、4位中国。日頃食べているプスタチオはどこ産なんだろう。やっぱり、アメリカ産かトルコ産。できればアメリカ産って感じです。プスタチオも微妙な立場だわって思ったマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。